はい、どうも、黒龍丸です、ね、あのドラクエ9に出てくるボスですよ。なんか馬みたいな形した黒い HP1800 ぐらいで、あの輝く息を吐くでおなじみ黒龍丸ですが、今回ですね、何をしているかと言いますと、前回の動画で日向坂46が渋谷109とコラボしますよって動画出したんですけれども、今回も、日向坂とコラボのお話でございます。はい、まずは画面ドン。はい、こちらですね、ローソンでございますね、予告。4月2日火曜日朝7時スタート、期間中にロッテの対象商品を3個購入すると、各店先着でオリジナル英語クリアファイルをその場でプレゼントというキャンペーンが始まるみたいでございます。じゃあちょっと詳しく見ていきましょう。はい、こちらですね。キャンペーン期間ですね、2019年4月2日 AM7 時より4月15日月曜日までですね。はい、で、まあ、全国のローソンが対象で、クリアファイルですね、ちょっとさっき見てみたんだけど、めちゃくちゃいい。これはめちゃくちゃいい。ね、まあ、前半章ありまして、上からですね、メミ、カトシ、キョンコ、ミーパンと。で、下の段が川田さんと小魚、ニブちゃん、ミホと。の、8人になっておりまして、ジョイラの衣装なんですけども、これがねすごく色鮮やかでめちゃくちゃいいんですよ、ね、ぜひ皆さんぜひもらってみてくださいといった感じなんですけれども、全8種各店計32枚、先着4枚ずつなんで、メミが4枚、カトシ4枚という感じで、各種4枚ずつになります。で、ですね、これが本当に争奪戦です。ですね、まあ、ケヤキが今までシングル出すたびにローソンとコラボっていう形で、衣装、クリスマス衣装だったり、その時のシングルの衣装だったりっていう感じで、こんな感じでクリアファイルのキャンペーンしてるんですけれども、各4枚しかないので、本当にすぐなくなりました。で、僕も、まあ、住んでるとこ、まあ、東京、まあ、関東近辺ではあるものの、東京とはちょっとまた遠いところで、そこそこ田舎なんですけれども、それでも割とすぐなくなったんで、これは早めに、まあ、特に東京の方ですよね、急いで、いただいてください。でですね、受け取り方法がですね、対象のお菓子3個と交換になりますので、まあ、このですね、対象商品を見て、まあ、これだなっていう感じで、まあ、このポップがありますので、これを見てですね、でこれを3つ取ってクリアファイルと一緒に、レジに持っていくという形になります。いやー、今回もね、すごい素敵ですよね。この、なんか、キョンコのいい具合にセクシーっぽいこのポーズのやつとか、普通に欲しい。まあ、推しメンこそいませんけれども。まあ、ぜひちょっと僕もこれ頑張りたいと思います。まあ、そこそこ本当にいつも争奪戦になりますので、お急ぎくださいという感じですね。で、続いてですね、まあ、これも関連しまして、ローソンの限定グッズが当たるということで、リツイートキャンペーンやっております。ね、ローソンのアカウントをフォローして、下のキャンペーン告知ツイートをリツイートしていただくと、そのさっきのクリアファイルに、メンバーがサインを入れてプレゼントすると、まあ、狭きもんですけれども、こちらもですね、まあ、リツイートするだけなんで、ぜひやってみてください。はい、ですね、今以上が、日向坂とローソンのコラボキャンペーンになります。まあまあ今回はそんなに多くないので、まあ、そのお金も使わないと思いますけれども、一応ですね、これも見ておきましょうかね。限定特典付き CD、ね、ケヤキもこの前黒い羊、HMV で購入すると、その限定の写真が付くよってやつがありましたけれども、今回もですね、日向坂ありますんで見ていきましょう。でですね、なんか柄が発表されたそうですよ。はい。それがですね、こちらになります。はい。これがね、またその、前回みたいな、取り下ろしじゃないのかという感じですけれども、はい。まあ、こんな感じで今度見ていきましょう。今回ですね、その、生写真に一応メンバーのメッセージがとサインがついてるという感じで、まあ、こんな感じになっております。ね、これは普通に良いですよね。で、衣装がそっか、今回はジョイラのやつなんで、もしかしたらね、あの封入がジョイラになってるかもしれないですね、今回のキュンのやつは。はい、まあそんな感じで、まあ全メンバー分ありまして、っていう風になってるんで、ぜひですね、皆さんこっちの方もチェックしてみてください。ドロップ HMV で購入するとこれが、ついてくるよという感じでございます。で、なんかですね、この生写真、ランダムでホログラム仕様になってるみたいですので、ちょっとこれも気になりますね。通常の生写真とは紙質が異なりますが、そうですね。はい。以上です。まあそんな感じになります。はい、ですね、まあ今日はこんな感じで終わりにしたいと思いますけれども、まあ一応経過報告ですけれども、まあ、自動車学校に今行っておりまして、まあ仮免ね、先週かな、取りまして、で、まあそう、運転も最近路上でバンバンしておりますけれども、ついに月曜日ですね、多分卒検です。もう、卒業しちゃう予定です。まあ、わかんない。縦列駐車めちゃくちゃ苦手なんで、それで落ちるかもしれないんだけど、一応、卒業予定になります。まあ、でも、3月26日ぐらいには、向こうに帰れると思いますので、はい、頑張ります。
はい、というわけでですね、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。おみきでした。バイバイ。